したら火山を攻略したい。3、4で終われるんか。多分5があるよな。で3はこれで終わり。うん、ああめんどくさいとこだな。毒飲まんとダメだったか。だいたいだいたいだい、そのまま走り抜けて良さそうだったな。今の一回タイミングが合うとそのまま行けたんちゃうか。しまった、派遣してない。それどこを見ておる。こっちじゃ。どこを見ておる。やべえ、危ない。前回ここまでだな。ぼちぼち倒さんと進めんところかな。やっぱそうだな。どうなんだろうな。あれ戻れになった。行け！
ほどね。3のところにあったやつな。ダミちゃん飲んだ方がいいな。よしよし。雑草はどうだ。お、いっぱい生えてる。上ないんかな。
奇跡的に勝手に避けてくれた。ラジャー、どうやって行くんだこれ。決めたいな。
れた。さて今日中にもう一個いけるかな。なかなか長かったな。一日一個の方が丸いかな。あれ倒せか。まあ無苦労じゃないだけマシか。たどり着かんだろうな。帰るかな。生かしてくれんよな。水取りに行った方がいいか。ここまだ終わってなかったよな。夏だし。あと1か。雑草あるじゃん。全体的に減ってるか。与え続けんと下がっていくんだな。
が変わってる、これ分からんな。なんとかならんか。
詰めか。これなかなかだるいな。このずーっとこれずっとやり直すな。これ入り口だよな。すぐ目のところやもんな。だるいなこれ。
できるのか。ボス戦か。鬼どもの姿がすっかりなくなったな。毒なかったな。ここまでたどり着いてはおらぬのか。もしくはすでに。ドラゴンにしか見えんな。すでに鬼どもはこやつに平らげられたか。やだやだ、怖い怖い怖い。うちに帰れ。お姫様、しっかりなさいませ。そうだ。
く取れるかな。100%か、これで。え？カルガモ来た。何か食べるますか？明日は決戦だ。白飯でパワーつけねば。力あげたいよな。
いけるはずだ。鬼どもの姿がすっかりなくなったな。こよし。見ておれ、落ちよう、待て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 、
じゃねえわ。これが結構邪魔だよな。半分いったか。こいつらも倒したってしゃあないんだろうな。始まってたのに回復が。よし行こうか。足雲のムクロをヨモツガミに変えておったのはこやつであったようですな。鬼どもはそれを止めるためこの火山を攻めたという筋か。あやつ、最後に人がどうとか申さんかったか。はて、妙にございますな。この島において人とは峠に住むあの者たちだけのはず。やつが火に沈んでしまった今となっては考えるだけ無駄か。早く帰ろう。これで川の水も戻ればよいのですが。恨みの炎。
そのヨモツガミとやら、そのようなことを。何ぞ心当たりはあるか。我らアシグモ族を飼っていたのは紛れもなく鬼であった。だが今となっては鬼どもにしては統率が取れすぎていたようにも思える。まるでタケリビと共に戦った時の我らのように。黒幕がおるんだな。獣鬼とは本来地を越えた群れはなさぬものじゃ。各地におった主とも違う。何者かが上に立っておるのやもしれぬな。それがあのヨモツガミが言っておった人であると。覚えておいでですか、サクラ様。我らの他にも頂きの世に人が迷い込んだ。石丸、そうじゃったか。誰だっけ。さよう、サクナ様が石丸でやってた。雨の浮き橋にて蹴り落としたもの、山賊の石丸にござります。もしそうだとして、わしらより早くこの日の上に現れ足雲たちを狩るなど果たしてできるものか。それでなくとも人が鬼を滑るなど。いや、なくもないか。石丸とやらが放り出されたあの霧は時もなくところもなく未だ何にも定まってはおらぬもの。今は二つ世のもとなのです。雨の浮き橋とはその不確かなる時と心をつなぐため初代カムヒツキ様が作られた、であったか。ですじゃ。そしてあの霧に定まった時もなくところもないのであれば、そこに放り込まれたものは一体いずこにたどり着くのでありましょうな。例えばお前たちが訪れる前のこの島に、ということか。石丸がこの島に。待て待て、気が早いぞ。今分かっておることは鬼を束ねる者が西の砦におるかもしれんということだけじゃ。詳しく行って確かめるほかあるまい。そうですな。おひい様の力も大きくなられた今であれば砦攻めもなし得ましょう。砦を制すれば晴れてこの島はわしのものじゃな。カムヒツキ様もさぞお喜びに。戯れに申してみただけだって。あ、仲ようやっていこうぞ。別にそのこと怒ってるんちゃうんちゃうか。というものを身につけていただければ。そのことで怒ってるんか。勝ってほしたいんだよな、確か。よし、穂が熟してきたな。刈り取ってみるか。品質上げるために量は減ってるんだよな。前回と比べるとだいぶ少ないな。
半分ぐらいか。終わり終わり。涼しくて過ごしやすそうじゃ。うん、そしたら一旦終わってみるか。